軽圧の流体の構造図。黒は等圧面、水色は等密度面、赤は等温面。軽圧とは流体が等圧面と等密度面が交差する状態にあること。軽圧の流体では等圧面と等密度面を一致させようとする力が働き流れが発生する。軽圧に対して等圧面と等密度面が一致した状態を純圧という。 軽圧不安定は、流体力学における不安定の一つで、大気や海洋において適用される考え方である。一つの例を挙げる。平らな場所に置いた水槽の中に仕切りを作って、左側に冷水、右側に温水を入れたとする。この時、下に行くにつれて水圧が高い、つまり、等深度面が水平である一方、温度は右に行くほど高い、つまり、等温面が延直である。 ここで仕切りを取ると、温水は水槽左側の上部に侵入してくる一方、冷水は水槽右側の下部に侵入してくる。仕切りを取った時点で、接した2つの水は、軽圧状態、接触面は、軽圧不安定となり、直ちにこれを解消しようとして、水が動くのである。そして、時間が経てば、水槽の上が暖かく、下が、冷たい、つまり、 等温面が水平になり、等深度面と一致して、純圧の状態になる。基本的には、軽圧は温度の不均一を解消しようとして起こるものと考えて差し支えない。大気における、軽圧不安定は主に偏成風の波動となって、現れる。これを、軽圧不安定波という。軽圧不安定波は、温帯の気象現象に大きな影響力を持つ。 温帯低気圧と移動性高気圧を発生させるとともに、それを東向きに移動させる基本的な駆動力となる。大気の中ではトラフやリッチが存在しており、中緯度では偏西風に乗って、それらが連なって東へと移動していく。トラフと気圧不安定波が重なると、トラフの東側では南から暖気が同じく西側では北から寒気が流れ込む形で上乱が生じる。 これにより、暖気域で上昇気流、寒気域で下降気流が生じ、下に行くほど東にずれる形で、トラフの延直軸が傾く。この構造ができることで、上乱、つまり温帯低気圧が発達する。850、700、500ヘクトパスカル等の高層天気図には、等圧面上に投影した等温線が描かれており、等温線が混み合っているところは、 啓発不安定度が大きいことを示している。ありがとうございます。